富山交通公団2000系電車は1997年から2002年にかけて製造された富山交通公団の通勤系電車である。2006年1月1日の同行団廃止に伴い富山交通公社に継承された2号専用の車両である。車体は STS304 軽量ステンレスを使っている。台車は一次部にゴム二次部に 空気バネを使う、ボルスター方式の台車を採用した。主制御装置は、アルストム社製の GTO 素子を使う、VVVF インバータである。一部編成は現代、ロテムで製作した2レベルイグブトをベースとしたの、IPM モジュールを使う VVVF インバータに、更新済みである。ATP、ATO を使って、ATC の機能を有し、無人運転も可能である。 関心重工業で製作され、1997から1998年、初期区間開通の際に導入されたグループ。優先席が設置され、すべての側面窓の上部が開閉可能である。車両番号表示が、投入時は緑色文字になっていたが、現在は黒色文字に変更された。SLS 重工業で不燃材改造をした。 201から210編成の主制御装置を現代、ロテムの IPM モジュール VVVF インバータに更新した。韓国鉄道車両で製作され、2001から2002年、遠心区間開通の時導入されたグループ。優先席、側窓の上部は開閉可能であるが、残りの座席は、側面窓が全面ガラスになっており、開閉不可能である。 車両番号表示が投入時から黒色文字になっている。ロテムで不燃材改造をした。韓国鉄道車両及び関心重工業工場でそれぞれ車両をトレーラーに乗せて湖浦車両事業所まで陸送された。現在はすべて6両編成だが将来的に8両や最大10両編成まで延長することが可能である。 オールスタムトランスポート、オールスタムトランスポートワールドワイドに、ありがとうございます。